スターツ体制整いました。さあ白い旗が上がりました。さあスタートしました。1コーナーに向かっての先行争いであります。豪快なエキゾーストの音が響き渡ります。3番の武井博文、これが行きました。1コーナーから2コーナー抜けてまいります。先頭は武井博文、そしてその外から行っておりますのが飯塚正道。飯塚ここにいます。そしてその後ろ、その後ろ行っておりますのが1番の広瀬時雄であります。広瀬時雄が行っています。さあ先頭は武井博文であります。そして6番の飯塚正道、外を通りましてこれが2番手。そしてその後ろには広瀬時雄がいます。これが3番手。そしてその後ろ6枠の2台が続いています。6枠の2台が続いております。そしてその後ろには5枠の5番の鶴久正美、最高峰から2番手4番の斉藤俊幸であります。そして最高峰が2番の植木常雄、こういった体制であります。平尾さんどうですかこの展開は。そうですね、はい、飯塚がこの辺りで先頭に立ちました。飯塚がやはりここで行きました。先頭であります。そうですね、あと7周であります。飯塚が先頭です。さあこのまま逃げるかどうか楽しみです。飯塚が先頭で、そして2番手に上がったのは、ね、そうですね、はい、広瀬時雄、これが先頭から2番手であります。そして3番手、ね、はい、3番の武井博文であります。その後ろを通りまして8番の岩佐常吉であります。その後ろ5番の鶴久正美が行っています。最高峰から2番手4番の斉藤俊幸であります。そして最高峰が2番の植木常雄が最高峰であります。さあ4コーナーのカーブに立ち上がってまいりました。先頭は飯塚正美、これが先頭であります。あと5周になりました。あと5周です。1コーナーに突っ込んで先頭は飯塚正美、そして2番手には広瀬時雄が行っています。さあ飯塚このまま逃げるかどうか飯塚正美、船橋の選手北条に乗っております。赤い車体がキラリキラリと光っております。しかしここでさあ先頭は依然として飯塚正美であります。まだあと4周ありますからね。あと4周です、はい。そして1番の広瀬時雄、これが2番手。外の方からぐんぐん行きますのが8番の岩佐常吉であります。船橋の選手であります。岩佐常吉が3番手、それからちょっと間が置いておりまして3番の高井博文が行っています。その後ろには5番の選手鶴下正美が行っています。あと3周になりました。完全と逃げます飯塚正光であります。2コーナーから立ち上がった長身用であります。飯塚正光が先頭で、さあ3コーナーにかかって4コーナーのカーブにかかりまして立ち上がってまいります。なかなか素晴らしいコーナーワークを見せています。あと2周になりました。飯塚のペースであります。そして2番手には岩佐常吉が上がっています。3番手に下がったのは1番の広瀬時雄、45歳。さあ頑張れ。さあ3コーナーのカーブにかかりました。4コーナーのカーブ、先頭は依然として飯塚正光、これが先頭で逃げています。あと1周です。飯塚逃げるかどうか。飯塚が1コーナーから2コーナー立ち上がってまいりました。飯塚が先頭。そして2番手は岩佐常吉、8番の選手であります。最後の3コーナーであります。飯塚が先頭。4コーナー立ち上がった。あと少し、飯塚先頭でゴールイン。強い、重賞4連覇優勝、飯塚正光1着でゴールイン。